どうも、ケンです。今回ですね、こちら、静岡県の湖西市にある道の駅、塩見坂にやってきました。こちらですね、以前リポートの方しましたが、閉店間近ということもございまして、足湯もやってなかったりといろいろ見るところがなかったので、今回再度リベンジということで、リポートの方していきたいと思います。で、こちらの施設の魅力といったら、なんといってもあれですね、遠州灘さんのしらすを使ったしらす丼であったり、あとしらすソフトクリームというソフトクリームと、あとですね、太平洋一望できる足湯もございますので、そちらも、リポートをしていきたいと思います。それではレッツゴー。モンブラン、モンブラン、よかったね、妹モンブランだけど。あ、これっすよ、これっす。あ、これか、シラスソフトクリーム。あ、てか結構他にもうまいのあるじゃん。甘酒フロート、三日日みかん美味しい。これも何、これもなんかあれじゃない？うまそうです。浜名湖のほとりで採取した天然蜂蜜、蜂蜜ソフト。あ、これうまそう。今売れてましたっけ。これうまいぞ、多分バリエーション多いですね、ソフトクリーム。あ、すげえ、抹茶も、抹茶もある。あ、静岡って有名だからね、確かに。いや、ちょっとシラス食う予定でしたけど、こっち行く予定かもしれない。こっちなんか美味しそうに感じる。マジで美味しそう。てか、ソフトクリームのバリエーション多いな。そう、はい、じゃあ撮影許可取ったんで。うなぎコーラ、すごい。ご当地キャラのウナも。フジッピーの、フジッピーどういうこと、これボケてる、ちょっと。どういう体の構造、これ。でもやっぱ三日日が、はい、有名ですね、やっぱりお土産は。あとお茶も有名だし、静岡はこれおすすめです。カリアのハイウェアオシスで売れてる商品です。すげえ、これ初めて見た。うまそうじゃない、甘酢餃子ポットチップス380円、すごいですね、これ。あ、これ違う、わ、これもしてください、片揚げポテトの。これはサービスエリアでも販売しております。はい。ほら、マツコも特集してるけど、こういうのが一番うまい。エビホマレのせんべいですね。ちょっと待って、本当にうまそうじゃん。最終選考まで残った。マツコも紹介してる商品、お酒で、あ、この酒地、自動食器の発明した人だから、トヨタ自動食器がこの人が発明。あ、トヨタ酒地さんね。あ、そうです、創業者、トヨタ創業者。ホームページ調べると出てきますよ。酒地の鳩、これプレゼントしよっかな、ちょっと悩む。プレゼント企画やろうかな、久しぶりに。欲しいですか、皆さん。お酒飲めない人多いか。わさび、ここにもあるんですね、味噌も売ってるんですね。なんかでもちょっと違う。チャウデイだ、これ遠州なんだ。八丁味噌ではないんだ。コッコは有名ですよ。あと安倍川餅もおすすめでございます。レジ横にこんなのが売ってます。ヤギさんたちのご飯用牧草、1袋50円です。ママロ、すごいですね、授乳おむつ替え入食。へえ、こんなのあるんだ。で、入って右側、こちら最近テイクアウトも始めたそうで、おすすめがこちらのしらす弁当です、しらす丼です。
で、お持ち帰りの方は味噌汁がつかないそうです。カキフライ定食とカレーと、テイクアウトが可能に、テイクアウトでも2時間以内に食べないといけないそうです。はい、おすすめがこちらですよ、しらす丼。店内だと味噌汁がついていきます。960円。早速食べてみたいと思います。はい、店内入っていきたいと思います。しいたけこんだけ入って1000円、めちゃくちゃ安い。すごい、静岡といったらみかん。ちょっと帰り買っていこうと思います。150円、めちゃくちゃ安い。店内こんな感じです。でこちらがレストランです。はい、こちら、これがおすすめです。しらす丼、味噌汁付き960円です。うな丼も売ってる。はい、じゃあ早速食べていこうと思います。はい、しらす丼買いたいと思います。こちら、よっ、はい、はい、待とうと思います。はい、じゃあこちらですね、しらす丼食べていきたいと思います。それではいただきます。おっ、よし、それではいただきます。しらすの量がすげえ細かい、しらすですね。いただきます。うまい、最高ですわ。てかしらすがめっちゃ乗ってるな。大量うずら卵が2つ乗ってて、一緒に混ぜて食べる。なんとご飯が酢飯でございます。すごいすごい、あのしらすとマッチしてめちゃくちゃ美味しいです。しらす丼と味噌汁、アオサも入ってます。これ浜名湖さんのアオサだそうです。であとはお漬物と醤油といった感じでございます。はい、であとですね、見てください、景色がすごい。太平洋を一望しながらご飯が食べることができます。ぜひ皆さん食べてみてください。以上です。こちらにヤギさんがいます。来てるかな。はい、ヤギさんです。ここに牧草売ってるんです。ここで、ヤギに餌あげることできますので、ぜひ皆さんお越しください。今から足湯入っていきたいと思います。こっちの左側が42度、でこっちに行くほど温度下がって39度になっていますんで、私は39、まあ、家が大体40なんで、そちらに行きたいと思います。はい、足入りたいと思います。 OK。 あーっちー、これは39じゃない、絶対やばい。はい、遠州灘を一望できます。最高の足湯です。はい、それでは早速海岸の方に行ってみたいと思います。レッツゴー。はい、ということで、先ほどですね、道の駅塩見坂の店内の様子で来ました。で、残念ながらですね、しらすソフトクリームの方が、お店がやってなかったということで食べることができませんでした。けど今回は、足湯とあとしらす丼ですね、堪能することができましたので、まあ、私的には満足でございます。で、今こちら来ておりますが、こちらは道の駅塩見坂から徒歩3分ぐらいで、遠州灘っていう海岸につながっております。で、こちらですね、夏場になりますと皆さん、花火持ち込んでですね、遊んでいる方とか、あとサーファーの方とかも多くいらっしゃいます。ぜひ皆さん夏場とかはですね、家族で遊びにお越しください。
で、あとですね、インスタグラムの方がフォロワーが1000人、YouTube のチャンネル登録者数が300人超えましたので、今回プレゼント企画をやりたいと思います。インスタライブでも配信させていただきましたが、プレゼントの方がこちら、リンク上の方に出させていただきます。日本酒と、あとお菓子ですね、の方プレゼントさせていただきます。応募については、下のパネルの方に、何日までっていうのを貼らせていただきます。あと応募に関しては、下の概要欄から、応募の方よろしくお願いします。それではよろしければチャンネル登録よろしくお願いします。さらに向こうへ、ブルースウルトラ。